なんか全体的に白くない？白っていうか、なんか白っぽい。ダブルも潜ってる人少ない。ああマジで。まあ悪夜待たなくなったらやめようかな。ちょっと鼻声だし。ハピナスゲッ、そうか、まあ、これはバンバトロがハピナスより遅いということにかけて。ああ、そっち？雪景色覚えるんだ。あら。これはな、これは何？ああ、天メグ？天メグか、これ。天の恵みだよね、多分ね。自然回復とかしてもあんまり知らないしね。2ターン目攻撃なしか。天恵吹雪来るよ。あれこれ虹を虹をかけようとしてる。あ、やべこれ。ちょっと待って。虹かけて。天めぐ虹吹雪を撮ってほしいよ、多分これ。何パーだ ?40 パーか、これで。もともと10パーだから、それの4倍だよね。2倍が2つで。4割か。あ、このターンも。しかも雪降ってるから必中なんだ。君は眠らせるんだ。なんかドーブル側持ってくる、あの打ってくるかなと思った。吹雪凍らないと、凍らしてほしいな。逆にさくらさん、ちさとさん、こんばんは。ありきたりな戦術でもいいんですか。うん、大丈夫だよ。じゃあ今日はマルチ対戦会ですか。まあ余裕があったらね。余裕があったというね、言葉につきます。しかもこれ、あれだからね、ちゃんと氷タイプになってるから、最初の変幻自在で。そこもいいね。あ、やべ、これ、あれかな。バンバトロが、違う、月光花が、てか結構かじゃない。レイニバルか。ああ、再開。なんか俺間違ってこれ月光が倒しちゃうかなと思うんだけど、なんかその心配なさそうだね。え？急所か？あ、違うか。普通に入ったか。めっちゃ吹雪打ってくる。再開で。おお、40% の氷。そうだよな、ドーブルが吹雪打つより采配で打った方が火力出るもんな。しかも結構早いし、ドーブル。確かにね、2回殴ればね。ハサも凍るかな。凍らないと。あ、虹消えた。6
6割を2回連続で引く確率は 36% だから、2回打てば 64% で凍らせられるんだ。対戦ありがとうございました。凍りまくってくれたら面白かったな、もうちょっと。まあでもすごいな、なんか結構それをスマートに決めてきたね。スマートに比較的。